はいどうも、いったんです。今日はあの企画の結果発表をしたいと思います。はい、ということで、ちょうど1ヶ月前に出したこちらの動画、皆さん覚えてますか？大学生トレーダーは1ヶ月で100万円をどこまで増やせるのかっていう、まあ、チャレンジの動画なんですけど、このね6月僕はねこのチャレンジをねやってました。でこの6月1ヶ月終わってチャレンジが終了したので、100万円がいくらになったのかっていう、今日はその結果発表の動画になります。いや結構ねこの動画を楽しみにしてくださってる方多かったみたいで、あの DM でね結果が楽しみですとかコメントもね結構いただいてて、まあ、なのでね今日はその結果を発表したいと思います。で今日の動画の流れなんですけど、まずはね、そのプラスになったのかマイナスになったのか、そしていくらプラスマイナスになったのかっていう結果を発表します。でその後、これはねその投資とか、まあ、FX とかに興味ある方向けに、僕が今回トレードしたところの解説というか、そうどこでエントリーしてどこで決済してとかっていう、まあ、解説をしようと思います。でこの後最後にあの皆さんお待ちかねのプレゼント企画、これがあるのかどうか、プラスになったらするって言ってて、マイナスだったらできませんって言ってたと思うんですけど、まあそれはねこの後の結果発表でもすぐ分かるんですけど、そのプレゼント企画のお話をしようと思います。で、こちら見てください。こちらに何分からそのお話をするのかっていう、まあ、あのここに出してるので、自分がね見たいところまで、まあ、スキップして見てもらえたらと思うんですけど、よかったらねあの全部見てもらえたら嬉しいです。はい、それでは早速結果発表からしていきたいと思います。はい、それでは結果発表していくんですけど、まずプラスになったのかマイナスになったのか、それから発表します。大学生トレーダーの100万円企画、今回なんとプラスになりました。いやー良かったです。プラスになって、マイナスになったらねどうしようかと思ってたんですけど、まあなんとかねプラスで終えることができました。まあでこれ個人的なことなんですけど、今年まあ2021年に入ってから、6ヶ月 FX ではあの月単位での負けはありません。なので今んとこね、6連勝中でございます。じゃあ次、皆さんねプラスになったのかマイナスになったのかっていうより、いくらプラスになったのかっていうのがね気になると思うので、そちらを発表します。こちらにねその証拠画像を出そうと思います。はい、今回僕が FX でプラスにした額はこちらです。はい、バーってね上から見てって一番下です。これが今回の合計のプラスです。今回のプラス額163,768円のプラスになりました。どうでしょうか皆さん。あの前の動画を見てくださってる方わかると思うんですけど、実際にね100万円じゃなくて、そう95万円からしか始めれなくて、そう95万円で始めたんですけど、この163,000円のプラスなんですけど、あのさっき計算したら 17.3% の利率でした。まあ、目標として 20% プラスにしたいって目標を言ってたんですけど、ちょっとそこまでは 3% ぐらいね、まあ、足りなかったんですけど、僕のね平均の利率がだいたい 13.5% ぐらいなので、まあその平均よりはねちょっと高めの利率をね出すことができました。皆さんどれぐらい予想してましたか？まあ、僕はね、まあ、本当にちょうどこれぐらい出せるかなって思ってた、その16万円ぐらいが出せました。まあ、16万って言ったら高卒の初任給ぐらいかな。まあね、もう少し稼げれば投資だけであの生活していけるぐらいはね稼げますね。はい、じゃあここからはね、僕1ヶ月で、ね、13回トレードしてるんですけど、これのね解説をしていこうと思います。さすがにねこの16個全部を解説するのはちょっと時間がかかるので、今回はこの中から勝ったトレード2つと負けたトレード2つの、計4つを紹介しようと思います。でその前にちょっと僕のそのトレードスタイルといいますかのお話をすると、基本的にはデイトレなんですけど、あのスイング寄りのデイトレみたいな感じで、まあ、数時間ポジションを持つことが基本で、まあ、その数時間というのも2時間とか3時間であの決済することもあれば、10時間とか20時間持つこともあるし、まあ、これあんまりないんですけど、あの日またいで持ち越すこともあります。でもあの持ち越すのもあの土日は絶対挟まないようにしてて、水曜日から木曜日とかの持ち越しはあるんですけど、あの週はまたがないようにはしてます。でこれがね僕のトレードで一番大事なところなんですけど、損切りをね 3% までっていう風に決めてるんですよ。なので今回100万円でやったと思うんですけど、100万円の 3% って3万円じゃないですか。そうなので僕のねこの負けのところを見てもらったら分かるんですけど、3万円以上のマイナスってないと思うんですよ。でこれねどういう仕組みでやってるかというと、まずトレードする時ってショートにするかロングにするかを決めるじゃないですか。でその後僕はね損切りをどこに置くかっていうのをまず決めるんですね。なのでそのエントリーするところからこの損切り幅っていうのを決めて、このねその損切りまでのピップス、これによって
ロットを変えてます。なのでこのね、僕のトレード見てもらったら分かると思うんですけど、あのロットがね全部バラバラじゃないですか。 そんな感じで損切りを 3% っていうところに設定して、でそのピップスに合わせて、ロットを変えるっていう、ね、まあ、手法でやってます。そしてね、損切りは 3% でやってるんですけど、利益は 3% 以上取るっていうのを目標にやってます。で基本的にはリスクリワード1対2を目指してて、そうなので今回みたいに3万円の損切りでやるんだったら、利益は6万円取るみたいな、まあ、そういうやり方を目標にしてて、まあ、もっと取れる時には1対3とか1対4とか取りたいんですけど、なので逆にねこの利益が出たところを見てほしいんですけど、3万円以下で利確したところってないと思うんですよ。でこの上からね2番目の630円プラスっていうのがあると思うんですけど、これはね僕がね上がると思ってこれロングでエントリーしたんですけど、全然ね上がらなくてレンジになったんですよ。そうで、まあ僕の目線と違うっていうことで縦値で決済したので、中途半端にねプラス630円ってなってるんですけど、まあ、それ以外のプラスのとこ全部見てもらったら分かると思います。必ずね3万円以上のプラスにするように、利確もしてます。でね、このリスクリワードを意識することで本当にトレードのね利率っていうのが大きく変わってきます。これねどういうことかというと、この縦値で決済したやつを抜いたら、12回のトレードなんですけど、12回のトレードで6勝6敗なんですよ。そうだから勝率で言うと 50% なんですよ。なのにプラスの額を見ると、16万プラスになってるっていう、そうこれがねリスクリワードをしっかりとってトレードすることによって起きる、まあ、いいことというか、そういうトレードをねやれば本当に勝てるようになります。はい、それじゃあね実際のチャートをこちらに出して、解説していきたいと思います。まあ、なんですけどちょっと僕のねその手法自体は公開できないんですけど、まあ、どんなね考え方でやってるのかなっていう、まあ、そこをねお話ししていきたいと思います。じゃあまずね、今回の1ヶ月のトレードで一番ね利益の出たこのゴールドのトレードですね、8万1049円プラスになってるこのゴールドのトレード、このね解説をしていきたいと思います。はい、それではチャート出します。ドン。でこれね MT4 のチャートなんですけど、本当はねこの下のところに RSI とか、まあ、インジケーター出してるんですけど、ちょっとね見にくくなるのでそこは省いて出してます。それとあと僕はね15分足でトレードするんですけど、ちょっと15分足のチャートだと見にくかったので、今回ね5分足のチャートで表示してます。で分かりやすいようにね縦の棒線があると思うんですけど、この左側の縦の棒線がエントリーで、右側の縦の棒線で、決済っていう、まあ、そういう形で見てください。で決済はね緑色の線なんですけど、左側のエントリーのところは青色の場合がショートで赤色の場合がロングっていう形でやってます。まあ、なのでね、このゴールドのチャートを見ると、ショートで青色のところでショートを打ってます。で、真ん中辺にあるその緑の棒線が、利確したポイントになります。でこのハブで今回約8万円分かな、利益を取ったんですけど、僕ね利確の方法として、もう僕のルール的に、15分足の RSI が、ショートの場合ね下の25にタッチしたら決済っていう、まあ、ルールを決めてるんですよ。でまあたまにその触れてもトレンドがねもっと続きそうだなってところは1回見送って2回目のタッチで決済とか、まあ、そんなことをすることもあるんですけど、今回はねトレンドも終わりかなっていうので、1回目の RSI タッチで決済をしたんですよ。8万円幅取ったわけなんですけど、まあ、これねその後ずっと下がっていってるじゃないですか。まあ、これ結果論なんですけど、もしね一番下までこのショートのポジションを持ってた場合、多分20万円分ぐらい取れてたんですよ。大体 20% ぐらいか取れてたようなところなんですけど、まあ、これはねあくまで結果論ですし、まあ、自分のねルール通りにやってのトレードだったんで、まあ、仕方ないです。はい、っていうのがね一つ目の解説でした。じゃあ次2つ目のチャートいきます。次はね負けたところいきますね。はい、それがこちらです。ドン。これねポンドドルのチャートなんですけど、これもね5分足で表示してます。でさっきね手法は公開できないって言ったんですけど、そうざっくりとした考え方で言うと、基本的に僕は順張りしかしません。4時間足でのトレンドを見て15分足での順張りトレードをします。で水平線とかもほとんどもう本当に重要なところにポンポンって引くぐらいで、ほとんど水平線とかも使わないし、あとそのチャートパターン分析、三ドン逆三ドンとかダブルトップダブルボトムとかそういうのも全く使いません。やり方としてはダウ理論とかグランビルの法則とかを使いつつ、あと移動平均線とか RSI とか、まあ、その辺のインジケーターを使いつつ、まあ、トレードしてるっていう形です。でこの負けたね場面なんですけど、これもね青色の線のところでショートで入りました。でこれ15分足の順張りのトレードです。でショートで入ってすぐね青色の陰線できてると思うんですけど、2万プラスぐらいまで行って
時あの含み益が行きました。でそっからねレンジになりつつ上にね上がり始めたんですよ。で僕はね損切りはそのエントリーしたところのちょっと上の辺に置いてたので、まあそこからあの上に上がっていって、まあ損切りで買られたっていう、そういうトレードです。まあこれはね本当にシンプルなね負けですね。まあ結局ねその後のチャート見てもらったら分かるんですけど、あのズドーンって上がってるので、まあ損切りをね、まあ、置いておくことのメリットもこれしっかり分かると思いますね。もしこれ損切り置いてなかったら多分マイナス20万とかそんなレベルのあの上げが来てるので、まあ初心者の方ね結構損切り置かずにトレードとかやる人多いので、あの損切りはね絶対置いてトレードした方がいいです。まあっていうね、まあこれはシンプルな負けのチャートでした。じゃあ次いきます。で次なんですけど、次はねそのチャートの画像に、2回分のトレードがあります。でそこに、勝ちと負け2つあるので、それでも一気に紹介しようと思います。はい、そのチャートがこちらです。ユーロオーストラリアドルの、チャートなんですけど、4本ね線があると思います。まずねその左側の2本を見ていきます。一番左側の赤色の縦線ですね、そこでまずロングを入りました。で入ったんですけど下がってきて、損切りで買られました。約2万3000円ぐらいかな、損切りされて、でもね僕はねずっと上目線だったんですよ。そうだからもっと引きつけてもう一回ロングで入ってやろうっていうことで、あの真ん中にある赤線ですね、そこでもう一回ロングを入り直しました。で結果そこからバーンって上に吹いて、一番右側の緑の線で利確したっていう、まあ、そういうトレードです。でこのトレード一見普通に見えるんですけど、これねその僕が今回1ヶ月やった中で結構いいトレードができたなっていう、まあ、トレードだったんですよ。なんでかっていうと1回目のロングをした後に思うように、上に行かず下がってきて損切りをされて、まあ、負けを認めましたと。でもね僕はね絶対上に上がるっていう風に思ってたので、再度ね引きつけてロングを打って、結果その2回目のロングで5万9000円かなプラスになったんですよ。これね結構初心者の人ってそう負けるとね、ああ負けた、自分の目線が違ったんだっていうのでもうチャート見ないとかね諦める人多いんですけど、僕はね自分のその目線を信じてるので、1回目負けてもいや上がるっていうので、2回目しっかり引きつけて根拠があるところでもう1回再度エントリーをするっていう。で結果ねこの2回のトレードを合算して、3万6000円プラスっていう風になったんですけど、もう本当にねこれはいいトレードでした。はい、っていう感じでね、今回僕が1ヶ月トレードしたところから、4つだけね、切り抜いてね解説をしました。まあ、ちょっとねまだ全然話そうと思えば話せるんですけど、ちょっとこれ以上話すとね動画めっちゃ長くなっちゃうんで終わります。まあ、またねもっとトレードのこと知りたいよっていう方多ければ、まあ、このねトレードに関する動画はね作ろうと思います。はい、で最後にねプレゼント企画のお話をしようと思います。まあ、今回ねプラスになったということでプレゼント企画をやろうと思います。皆さんお待ちかねですよね。でね、まあ、何をプレゼントしようかなって考えたんですけど、今回、まあ、16万円プラスになったっていうことで、その16万円から 10% 分なので1万6000円分をプレゼントしようかなって考えました。で、まあ、すいません1万6000円ちょっと中途半端なので、切りよく1万5000円分でプレゼントをします。そしてプレゼントするものなんですけど、 Amazon ギフトカード5000円分を2枚、だから計1万円分ですね。それと iTunes カード5000円分の計1万5000円をプレゼント企画やろうと思います。でちょっとねまだ買ったりその準備ができてないので、ちょっと今お話できないので、あのまたね別でプレゼント企画の動画を作ろうと思います。でそこでね応募方法とかを、まあ、詳細をね説明しようと思うので、あの皆さん今のうちにチャンネル登録だけよろしくお願いします。はい、っていうのがプレゼント企画のお話でした。はい、ということで100万円企画がね無事終わりました。まあ、そしてねプラスにできてよかったなっていうふうに思います。あとねこの企画、まあ、1ヶ月やったわけなんですけど、あの1ヶ月めちゃめちゃ早いなって感じましたね。いやこれね年取ってるからなのか、あとまあ今ずっとニートしてるので、まあ、そのせいなのかわかんないんですけど、だってもう2021年もね半年が終わったところですからね。まあ、今回はねこの FX での100万円チャレンジっていう形でやったんですけど、もしこの動画が好評であれば、まあ、他にもね100万円企画として、例えば今度は株でやるとか、あの仮想通貨でやるとか、もっと投資以外でやるとかね、なんかね、まあ、いろんな形で企画にできないかなって考えてるので、まあ、皆さんチャンネル登録をしてこれからの企画も楽しみに見ていただけたらなと思います。それでは今日の動画は以上となります。バイバーイ。